と一緒にあの演技に入るいいところに来て、ひょっとすると2位になれるかもしれない、はい、プレッシャー、そうですね、もうそれしか考えられませんね。4種目終わって2位でした。しかし池谷あん馬で失敗、ちょっと順位が落ちました。さあ5種目目トップの水島です。なお先ほど近藤の平行棒は 9.25 でした。月面できました。お、3回ねです。安定してますねこの人は、はい、ちょっと前まで非常にひ弱な選手だなと思ってましたけども、ちょっとこう筋肉ついてきましたね、はい、日本チャンピオン2連覇を狙います水島浩一。速中から速前中163センチ59キロ今最初選手はですね、はい、割とあの細い方がいい演技ができそうな気がしますけども、ある程度筋肉ついてないと持久性に劣ってくるんですね。そういう意味でやっぱり筋肉必要なんですよね。最後は後方2回宙返りでピタッと決めて、これで5種目終了。この人は何がいいんですか。やはりあの確実に演技するというのはまず第一なんですね、はい、この前はちょっと失敗も出ましたけれども、それとあの先ほど言いましたようにこの淡々と演技をこなしていくんですね、はいはい、難しい技も優しい技も同じような形でとっとっとこう演技をしていきますんでね、もう一つ見せ場をつければ非常にチャンピオンとしては固いものになるでしょうね。これ最後のあの最初のムーンサルトのいるところですね、はい、そして足の強さ、それからこうもう少しこう世界、チャンピオンを目指していくためにはですね、あの具志堅さんなんかはね、そうです、あの腕のところの筋肉がもりもりっとしてましたが、はい、この人どうですか。まだちょっと足りない。